アイドルグループ、乃木坂46の井上は、梅沢美、遠藤桜、菅原咲月、田村晋介、与田祐希が18日、うちで行われた、森永聖火、ダース新 CM 発表会に登壇した、品にちなみ幸せを感じたエピソードを井上、遠藤が披露した、18日から放送される新テレビ CM、ルクの仕業では、チームミルクとして、井上、の、 セミソラ、エンドウ、ツツヤヤメ、梅沢、山下水木、チー、白いダースとして、川崎桜、先イコール立つ先、菅原が、ガ、ハルカ、田村、久保しおり、ヨガが出演する。この日、各チーム3人ずつが登壇し、久保と山下の VTR 目、字も紹介。商品をイメージした赤と白の衣に身を包んだ6人が、会場に花を添えた。井上は、しは、 川崎さくらちゃんと遊ぶ約束をしたことし、川崎さくらちゃんは、乃木坂の活動も私生活も棒にしているので、なかなか遊ぶ約束をしていいのかな、とちょっと思っちゃってたら、遊ぼうって言ったら、いいよ、いいよって言ってくれ、のが嬉しくて、今からワクワクしています。笑顔が溢れた。一方、遠藤は、家に帰った時、お部屋が綺麗だとすごく、幸せといい、 本当、インドアでお家が大好き。仕事に行く前、朝や寝る前に掃除をするのがルーティン。さ、と掃除して、仕事から帰るとどんなに疲れも嫌なことがあっても、大好きな家に帰ってた時に部屋が綺麗な状態だと心が家や出るし、疲れが一気に取れるのでその瞬間がごく幸せと力説していた。